まあ、この残り2試合はねしっかり巻き返しを図ってほしいですね。はい、さあ選手たちが入ってきました。山口ボールから始まります。まずは池上からヘナンに下げていきました。右に展開していくのがオレンジのユニフォーム山口、まあ、かなり積極的に裏狙ってましたね。ここですね。さあ落としたボール、ヤムラがボールをペナルティーの中、まだあるシルビーの左足まで落として、はい、まあ、本当ね最終ラインが持った時にそれほど手数をかけずに前線はあの2枚3枚ね裏を狙ってて、山口のディフェンスと中盤の間をね、あ、チャンスですね。中に入れた高い一馬、左足よく返ってきましたね。はい、ここは堀米がしっかりブロックしていました。ゴール最も近いところに田中パウロ順一、中央ヘッダー頭で狙ってきましたが、ここはうまくかき出しました。ゴールキーパーの藤田、真ん中ややニアに寄ったところを田中パウロを狙ってきましたが、今度のボールは中央、もう一度ヘッド、再び藤田がかき出しました。まあ、同じようなシーンでしたけどね、はい、ほぼ、まあ、あの動かすところと背後をつくところっていうねところをいろんなバリエーションを新潟の方は出していけるといいのかなという感じですね。1対1だったらね、あの上回れるような状態ですよね。チョンジスを狙ったボール、高見のシュート、大丈夫ですかね、ちょっと打った後にありましたね。はい、マイケル・ジェームズがクリアしたボール、さあ右サイド、かわいい田中パウロ純一、ここにいます。左足で中に入れてくるが、このボールは追いついた、安西が落として流し込んだ、最後は背番号11番高井一馬、後半21分、高井一馬キャリアハイ11点目、今シーズン11点目で山口がついに先制点。プレーでした、まあ、田中選手が左側に流れてたことで、まあ、内向きで早くいいボール出ましたし、中の状態がね最初2人ね、梅木選手と高井選手かぶってしまってもったいないかなと思いましたけれどもね、よく安西選手がここまで高い位置まで入ってきて、この折り返しに対しての体の向きをすぐ変えてるね高井選手の反応もね素晴らしかったですね。まあ、今のパス狙いは良かったですよね、はい、まあ、通ってればね、ちょっと選手タイミング合ってましたね。ここで奪う、さあ高井が中に切り込んでいく、梅木がいる、大外に池上もいる、誰を使うか、自ら流してくるか、流し込んでいきますが、これは藤田がうまく反応していました。22脱出をかけて前線にボールを送ったところで長い笛が3つ、1対0、1対0、高井一馬のゴールを山口守り切りました。